ランチを呼び込みたいと思います。第6位、佐々木瑞。第5位、伊藤英人。第4位、畠山壮太。第3位、栗田栄和。第2位、石尾博人。第1位、加藤ライト。小学生男子の部、小学5年生男子の部、スタートしていきたいと思います。始まりましたね。続いて男子。男子もアップしてる。これは男子だけの課題。さっきの女子では登られなかった課題。よりパワフルになってくる。さあ、男子は2課題とこの2番に全員並んでます。仲良し、人気なのかな。でもコース作る側としてもパッと見てこう、あ、面白そうだなとかすごそうだなと思うので作ってる。2番に集中して並んでますね。やっぱり自然なこうテンションなのではないでしょうか。一番光の部分に、そうですそうです。予選6位の佐々木玲。これはいいポジションだ。鈴木を振ってきます。ただ、心に握り感が悪いんじゃないか。すごい。おー、すごいし。おー、さあ、途中で。さあ、まだまだ時間が続いていきますよ。さあ、まさかの緑の課題、西尾博人、予選2位。体格もすごい。衝突戦と本来、試合の上の特徴の女子選手をみんな苦しめたこの最後の一手。頑張ろう。さあ、栗田栄和。予選3位の選手、小柄だけど切れ味抜群。止めてきた。2課題目も3課題目も最後の一手が悪そう。さあ、伊藤英人選手、予選5位。ラストまで来たぞ。全員がもう最後の一手で押してる。さあ、加藤ライト、やはりこれは男子でもかなり厳しい。ライトいった。男子でも難しいですよこれ。力もいるしテクニカルなというかタイミングもいる。距離を出しすぎてもつかめない。ちょうどいいところに体を持っていかないと。そうなのよ。いいショット見れますね。やー、男子の課題は難しい。おお、来てる。佐々木瑞選手いけるか。厳しいですね。さあ、みんなやっぱりこの2本がかなり人気ですか。まだ1番と5番をトライしない。何かスタートになっているか。なんかこう策略がみんなの中で何かあるのかもしれない。思い切っていけ、頑張れ。ナイスナイスナイス。加藤選手、予選1位通過の選手。予選1位。はい。すごいですよ。おお。完璧。いいんじゃない。おお。惜しい。ですね。あ、男子の頑張れ頑張れ。畠山壮太がラストいいとこできてる。スター頑張れ。うわー。さあ、栗田栄和選手、いかないね。素晴らしい、落ち着いている。さあ、うまいことここのポジションを作れるか。さあ、入ってきた。石尾博人、おお、実力見せるか。見せてくれ。すごい。パワフルな登り。グイグイですね。おお、いいよいいよ。返してきた。おお。石の繊細さも必要なこの2番。おお。勢いついてきた。かなり勢いがついてきてる。出てきてる。上々に全体像が見えてきた。止めてきた。パワフルな課題が得意そうな西尾博人、これはしっかり決めたい。頑張れ頑張れ。畠山壮太すごい体力だ。ここはすごいよ。30分でどれだけの、ね、インターバルを飛ばしてるんですね。さあ、この課題も決めてきた栗田栄和、力ありますね。お、次佐々木瑞、さあ行くぞ。のためにみんなで作り上げてきた。さあ最後にこの作品をみんなで仕上げていただきたい。いいよ。さあいいかいけよし栗田栄和についていく。まだまだ最後までわからない。わかんないですね。男子もドラマがあるぞ。どうなっちゃうんですかこの先が。本当にみんな強すぎていいね。おお、わからないね。気持ちよく飛べた。5番伊藤英人。ゴールまで来てる。集まってほしいですよね。さあ競技時間残り15分になりました。半分です。世界に出るのが待ちきれない、選手が日本育ってますね。次世代育ってますね。この大会にやっぱりでもこういうのもね、なんだよこれ。未来は明るいね。いや本当ですよ。今日もワールワールドカップリード面フライ大会、実は日本チーム頑張ってますから、もう小学生もしっかり出し切って世界に向けて力をつけていこう。ここから出るでしょうね。いや、出ますよ、出ますよ、出ますね。石尾選手、青い課題、いよいよ粘り強さ出せるか。いや、一番の課題、伊藤選手、繊細さが試される、ホールドも足場も悪い、落ち着いたボール、最後、しっかりと、体の中で安定していた、頑張れ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 、さあ、伊藤選手、いいですね。おお、これに今日誰が一番強いのか、まさにそれは選手を決定するにもふさわしい、もうですね、なってますね。あと保護者の人が出てきたんじゃねえかっていうぐらい、ね、いい方なんじゃないですか。すごい、これは伝説だね。ました。そして認められるのはこの時間内のトライ、あ、時間内のトライのね、なので途中で時間が来てしまうとそこまでの行動になってしまう。佐々木選手は去年もこの決勝に進んで登ってます。この最後のトライで決めてほしい。さあ残り20秒です。残り20秒。急げ急げ。たどり着ける。残り10秒。さあさあ。うわー。惜しかった。終了です。お疲れ様です。いやーいいですね。男子もすごかった。お疲れ様。お疲れ様です。感動ですね。本当日頃の自分の登りを反省しています。もうすでにすごい、もうやりたい、もうやりたいの。